とりあえずここまで来れるようになったぞ。いやーもう本当に嫌な感じ。アイテム何にも落ちないんだよな。このゲームはやっぱ死にゲーなのかな、もしかして。でここにキング、ちょっと待って、これ調べないと何が何だかわからない。ビショップ、ポーン、ルーク、ナイト、持ってないわキングなんて。開かない。さっきハーブ拾ったのどこ。クイーンのブラグを取る。虫もあるんだ。ここは？ああ、これ刺したな、今。出られない。うんうん、ここ一方通行か、これ。ここに上がるとどっかゾンビがピチャッと落ちるんやな。いや、俺は負けんぞ。学習した俺。クレア学習。ちょっと待って、今のこれは何プラグ？キングプラグ。キングプラグ取ったからこれ取るかな。クイーンプラグ、これか。してこれがキング。え、ちょっと待って、何一つ持ってないことになっちゃうじゃん。あ、わかった。これで こいつをこっち閉じて、こっちに出て取れば全部揃うんだ。よし。しかし、ここの奥にあるあれ何？あれ。どうやって開けるのこれ。あの仕掛けがわからない。開けられないのか今。鍵もなかったもんね。どういうことなんだろう。あ、全部に刺すと、全部に刺すとあそこひ、ここ開くとかないかなこれ。アイテム使う系じゃないしねこの鍵。やってみる。まず、ちょっと待って、これも調べよう。クイーンプラグ。全部データ名前。よし。キングプラグ。クイーンプラグ。クイーン、
ダメじゃん。クイーンプラグを取って、そしてこの裏側、この裏側、これなんだ、キングプラグ、あ、キングプラグ、キングプラグ取ってこないとダメ。そしたら順番があるな。あ、違う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 、もうバカなんだから。え、違う、ここにまずこれを刺すと、で、キングプラグを回収すると、で、クイーンプラグを回収して、クイーンプラグを刺し、キングプラグを刺す、したらこれをゲット、スパークショット、なるほど。で、キングプラグを回収し、やべクイーンプラグを回収し、クイーンプラグを刺すんだ、どうだ、で、キングプラグを刺す、そしてクイーンプラグを回収し、キングプラグを回収する、これで全て揃う。よし、なんだ、枠ギリギリだったのか、奇跡的に。これ次はダッシュで帰るしかないな。次あの肉の塊できても絶対に相手しない。よし、ブルーハーブある、グリーンハーブ欲しい。あ、ラッキー、右側にいる、右側にいる、走る、やばい、嫌なとこにいる。あ、そんな、そんなとこが捕まるの。押し返して、押し返して、押し返して、右側から抜いて、右側から抜いて、よし。あれ、なんかこんなとこだっけ、違うとこ戻ってきた、どうやってる、あ、合ってるね。コーションになっちゃった、コーションになっちゃった、コーションか、やばい、どこだ、危ない危ない危ない、なんだよお前、どこにいたんだよお前、この野郎、死ねよ、クソが、完全に気抜いてたぞ。足遅くなっちゃった。あっちか。どこかにハーブがいっぱい生えてるところがあって、ガンガン回復できるとこないの？なんかそういうところ欲しい。で、こいつに馬をまず刺す。
馬がなんだっけ、馬、ごめん、馬なんだって、馬な、何プラグって言うんだっけこれ、ナイトプラグ、ナイトプラグ。ルークはナイトと同じ壁面だったはずだ。ルーク、ルーク、まずルークを刺す。で、クイーンとルークは向かい合ってた。この前にクイーンか。違う、クイーンがここだから。違う。ここがクイーンか。で、ここにポーン。あと2本か。ほんで、ビショップとクイーンも隣じゃなかった。じゃあビショップ以外を刺せばいいと。お、開いた。正解。頑張ってシェリー、もう少し。シェリーを応援するよりお前がまずやばいな。ミスれない。あ、ブルーハーブ。グリーン食う、グリーン。電源が落ちてるか。あ、レッドハーブだ。これか。あ？これでいいの？え？ダメ？上げすぎたんかな、もしかして。またブレーカー落ちた。え、入ってるよ。電圧も電流もいけてんじゃないのこれ。どうすんのこれ。何かヒントはないのか。いや、あのスイッチを入れたからといってこいつは動く保証はないんだよな。ん？ここの扉なんだと？あ！ちょっと待って。回復した。なんとか。これで全部電源入れたんじゃないの？ああ、そういうことか。両方赤いところに入れないとダメなのか。違う。これか。ああ、来た。なんだよ。うわ、何。うわ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 、ちょっと今回復したばっかりなんだけどやめてくれね。え、うわ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 、何。
危ない危ない。やばい、あそこいた、あそこいた、逃げよう。あーやばい、服も置いてた。なんだよ、分からんけどこっちだろ。どうすんの、何これ、押せか、押せか、先行手榴弾、ナイフ、ちょっと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 ちょ、動き押せんだよお前。やばい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 、なんだよ、倒せそうにないな。ボタン押すのか。サプライズプレゼントよ。おい、また来るのか、もう一回か、よし。うわ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 、寄ってきてた。もう一回こいつ動き止めるのか、よし。そしたら動き止めたらボタン押すのか。いや押せ押せよ。なるほどな、なるほど、武器で動きを止めてこのボタンを押して吹っ飛ばせと。いやー危ない、難しい。そういうことね、そういうことね。あれで押して動きを止めて、よし、これでボタン押せ、ボタン押せ。サプライズプレゼントよ。戻ってこい早く。落ちてくれよ、頼むから。もう一回あるのか。やばいやばいやばい。避けられないじゃん、そんなの。どうすんの、これ。よし。よし、よし、よし、よし。さあ、アンコールの時間よ。よし、よし。落ちろ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 、さようなら。ああ、いやー、ごめんね、シェリー、待たせちゃって。マジで今のこんな、すごい仕掛けだな。でもまあ一回死んだぐらいでいけたからいいか。あ、あ、サブマシンガンのだまった、助かり。こっちかな、こっちしか行けないのかな。もう弾とかないかな。あれ戻ってきちゃったよ。どうすんのこれ、もう一回開けるの。シェリー、ママはここ。シェリー、ねえ聞こえる、大変。あ、シェリー倒れてる。ダメだよ、シェリー。
フレア。シェリー、大丈夫？今ね、やっぱね、あのでかいやつと戦ったせいで手汗がびっしょりだよ。助けに来たの。シェリーは感染してる。なんだって？何言ってるの？母親でしょ。こっちに来なさいよ。あなたにはわからないわ。ウィリアムはまだ生きてる。私が止めないと。これ以上話しても無駄ね。シェリーも感染してしまったのか。待って。なんとか止める手だてはないのか。もしかしたら治療できるかもしれない。研究所で。そう遠くないわ。助けてあげるよ。時間がないの。大勢の命がかかってる。シェリー、あなたを愛してるわ。そんなね、あれだよ、家庭内暴力やるやつってそういうこと言うんだよ。愛してるから叩くんだとか言うんだよ。全くそれと一緒じゃないか、お前。大丈夫よ、私が助けてあげるから。しつけだとか言うんだよ。ダメだ、しつけでこんなね、 T ウイルスに感染させちゃダメでしょ。っていうか、クラめっちゃ筋力あるな。こんな子供はラグラグひょいひょい申し上げるし。あ、なんかこれ、え、どっち行くんですかこれ。え、これどっち行くんですかこれ。これ何これ。ハンドガンの弾がある。ハンドガンの弾取ってこようか。開きませんけど。行けないじゃないですか。何、どこ行くのこれ。奥じゃないのこれ。研究所に行けばって、研究所ってどこに行けばいいのこれ。こっちじゃない。わかんねえわ。二人してなんか苦しそうな声出してる。そらそうだよね。アネットは研究所は近くにあるって。待って、あのケーブルカー。ああ、あのケーブルカーか。参ったな。これどっかにセーブしてから向こう。ちょっと待ってね。アイテムボックスも開けられないし、そんなセーブもできないし、マジ怖いんですけど。これでケーブルカーは、ケーブルカーまっすぐか。ほんとだ、近くだな。これこれケーブルカー乗り場。頑張ってシェリー、すぐ直してあげる。ゾンビ来るなよ。ケーブルカーはなんかリストバンドがないと発信できませんとか言ってなかったっけ。よし。もうなんかさ、このゲームやってるとさ、あのトゥームレーダーとさごっちゃになってくるんだけど。トゥームレーダーのララクロフトめちゃくちゃ強かったけど、クレアもめちゃくちゃ強くない？よし。信じられないんだけど、サブマシンガンをバリバリ撃って。シェリー。大体あのでかいやつ、あの、無表情くんを一撃のでね、爪で倒したの、でかいやつをね、倒したんだぜ、今。あ、何回殴られてもこう死なないっていうさ。もう戻れないかも。忘れ物ないかな。ハンドガンの弾取ってきたいんだよね。もしかしたらあれ、鍵があれば開けられるのかもしれない。まああんまり言いたくないけどね、もしかしたらこの日本語吹き替えの音声の方、声優さん、ララクロフトと一緒じゃないかな。めちゃめちゃ被ってるんだよね、俺の中で。うん、ほんと同じに見えてきた。それでね、そしたらここに鍵をセットして、この下のあの右側のとこ鍵刺さらないのかな。あれ使える雰囲気じゃなかったな。これあ、開く。開いた。何それ、普通に開くのかい。さっき開かなかった気がするんだけど。
あ、そっか、今ここから帰ってきたから開いたんだ。で、いや、ハンドガンの弾めちゃくちゃ遠くにあるんだけど。え、どういうこと？どこにハンドガンの弾あんの？あ、あった。よし。もうこれだけ回収できればね、もういいんじゃないかな。ハーブもないし。行ったら帰ってこれないなら、ちょっとセーブだけしてね、向かってみよう。何回死ぬか分からんけどね、こっから始まるんだったら。さあ、では研究所にね、行ってみましょう。こんな気味の悪いね、地下下水場みたいなところね、もうゴリゴリだよ。おさらばしたいよ、本当に。あ、このなんか電気バリバリ出るやつのニードル持ってくればよかった。まあいいか、どうせどっかで。またアイテムボックスあるべ。サブマシンガンがあればなんとかなる。あれ？こっちじゃないのか。頑張れ、シェリー。ガチャコン。こちらはネスト直通です。なんだネストっていうのは。しばらくお待ちください。ネストっていうのは巣だよな、巣。虫の巣とかをネストっていうな。シリーだいぶね苦しそうだね。なんか左目よく見たらもうすでになんかおかしくなってきてるんじゃないの。もうウイルスの影響出ちゃってんじゃないの。ほら、あららら、これは苦しそうだね。兄にもらったの。本当にジャケット脱いだら、だからララクロフトとは区別つかなくなるからやめてほしいな。ちょっと何言ってるの。キャラ的に似てるし、シェリーは一人でちゃんとやってた。そのなんかタンクトップみたいなやつもそっくりじゃん。かぶってるな。あなたのでしょ。すごいな、これは全米女子タンクトッパーナンバーワンかナンバーツーぐらいの似合いっぷりじゃないかな、このタンクトップの似合いぶり。ママにもらったの。あ、なんかヘビがついてる。蛇のマークがついてる。そしてあのおっさんがそれを狙ってたってことは何か他にも使い道があるんじゃないのか。そういや、あの最初シェリーがさらわれた時に駐車場で落としていったペンダントだよな、あれな。よくわからなかったんだよあれ、最初何に使うのか。シェリー大丈夫か。大丈夫だ。今リレンザを探してやるからな。インフルエンザぐらいすぐ治るよ。私がついてるから大丈夫よ。さあ、研究所とかいうところにやってきたらしいが、まずはねクレアを安全なところへ、クレアじゃない、シェリーを安全なところへね保護しないとダメなんでしょう。必ず治すわ。頑張ってシェリー、大丈夫よ。アイテム的なものもなさそうだというか、これシェリーを抱きかかえていたらこれ入手することもできないのか。隔壁が完全に解放されるまでしばらくお待ちください。隔壁が完全に解放されるまでしばらくお待ちください。なんだこれは。重厚な扉3枚に守られている研究所って。あ、壊れて止まった。だいたいこういうの壊れて止まるよね。ここではない。アンブレラじゃないか、アンブレラの研究所。あれ、ここはアイテム部屋だわ。しかし置けない。